短射程武器で勝つ方法教えますはい、どうも、こんにちは、リオラです。今回は、皆さん悩んだことあると思う、短射程武器で勝つのが難しいステージとか、まあ、そもそも短射程武器での勝つ方法について、短射程武器のノバブラスターで XP2900 に到達した僕が考えていること、考えていることっていうか、ま、考え方ですね、解説していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず結論から話していきます。大切なことは3つあって、1つ目がギア、もう1つが手前処理、そして最後に裏取りですね。 これだけだとわけわかんないと思うので、一つずつ解説していこうと思います。まず一つ目のギアに関してなんですけど、これはターン射程武器でも戦いやすいステージ。例えば、ビーバスパークとか、ザトーマーケットとか、まあ、他にも自分でこのステージはいけるなと思うステージはそんなに意識しなくてもいいんですけど、 例えば、ホッケ不ンみたいに、明らかに長射程が強いステージとか、裏取りもしづらいみたいなステージではめちゃくちゃ重要になってきます。どういうことかっていうと、射程が短い武器で長い武器に勝とうと思ったら、正面から行っても勝てるわけがないんですよね。これはいろんな動画で言ったことがあるんですけど、射程が短い武器が長射程武器に正面から挑むのっていうのは、ナイフで拳銃に正面から突っ込むようなもんなんですよ。勝てるわけないですよね、ナイフが。ナイフで勝とうと思ったら、裏とか、横から気づかれないうちに刺すしかないと思うんですけど、ホッケ不当みたいなステージは、その横からとか、裏から、 刺すのがめちゃくちゃやりづらいステージなんですね通路が3つしかないのですごく裏取りがバリやすいですじゃあどうすればいいのかっていうと裏取りをしなくても戦えるギアを考えていきます 僕がホッケフトとかモンガラキャンプ場みたいなターシャテイが弱いステージでターシャテイ武器を使うときはサブ効率とかインク回復とかサブ性能アップを適当にたくさんつけてますインク回復とサブ効率の数は同じにすると効率がいいそうですでサブ効率とかインク回復とか円筒をたくさんつけてサブを投げまくって敵に圧をかけまくりますサブをもうメインウェポンとして使う感じですねそしたら敵からしたらまあ近づいてこないけどなんやついつ鬱陶しいなっていう感じになるんですよねうまいこと投げれば自己死も狙えるしカバーもボムですることができますでその 状況を維持します。維持してたら次にどうなるかっていうと、敵が詰めてくるか味方が詰めるのどっちかになると思うんですよ。味方が詰めてくれたらその詰めた味方に合わせて一緒に前に行けばいいですし、敵が詰めてきてくれたら近づくのが難しいっていう話だったのに、わざわざ向こうから近づいてきてくれるので、あとは短射程の得意な距離感で戦うだけです。もし敵がね、詰めてこずにボム嫌がって下がれば、その間に障害物とかを使いながら少しずつ前線を上げていけばいいです。ギアに関してはこんな感じですね。ちなみに短射程武器でサブにボムがついてない人 今ののの話話は全く関係なないいしできないのでき次から話す2つのことを徹底ししててて完璧ににににここなすすようにしてくださいいででは次に手前処理についてですこれは、もう絶対に短射程武器の人がやりましょう。手前処理が何かっていうと、こっち側に詰めてきた敵を倒すってことですね。先も言ったんですけど、短射程武器でキルを取ろうと思ったら敵に近づかないといけませんが、わざわざ敵から近づいてきてくれるので、そのチャンスを逃してはいけません。手前に入った敵はしっかりと倒してあげましょう。短射程武器を短射程が弱いステージに持ってくるなら、それが最低限の仕事です。手前処理して俺は仕事してた。 っていいうのは良くなでですすこれが最低限です当たり前ですやって手前処理もできないぐらいなら、反射手武器持たない方がいいです。これはどのステージもそうなんですけど、手前の処理をしっかりしてあげれば、味方も長射手武器とかが動きやすくなるので、手前処理はしっかり意識して行いましょう。ただし例外があります。それが今から話す、裏取りについてです。手前に敵が入ってきていて、そいつを無視することによって自分が裏取りをして敵を倒せそうなら無視して裏取りに行きましょう。無視しても大丈夫そうな場合の見分け方としては、味方がすでに手前の敵を狙ってる時も気づいてる時とか、敵が 中央から入ってきてる時とか。 ですね。とりあえず、味方がその、入ってきた敵のせいでデスしなそうなタイミングです。自分が手前に入った敵を無視することによって味方が死んでしまいそうな場合は、無視せずにしっかりと処理しましょう。裏取りに関しては、狙えそうなタイミングでどんどん狙っていきましょう。これもどのステージでもそうです。先ほども言った通り、短射程で長いやつに勝つには、横とか後ろから刺すしかないです。正面で戦っても射程で絶対に勝てないからですね。裏取りに行けっていうと、よくバレたら何もできないから弱いとか、裏取りしたら味方負担やみたいなことを言う人がいるんですけど、これはね、とんでもないマ 違いです。木の後ろを取れる裏取りが弱いわけがないんですよ。裏取りをしないなら、探射点武器の存在意義はないと言っても過言ではないです。 バレたら何もできないとか、裏取りすることによって味方が知る。これは裏取りのやり方が間違えてるだけです。なので今から正しい裏取りの仕方について話していきます。そもそも裏取りは何のためにするか分かってますかキルを取るためと答えた方、50点です。もちろんキルを取るためでもあるんですけど、それしか考えてないとバレた時に何もできません。裏取りの目的はキルを取ることと、車線を増やしてヘイトの分散をするということにあります。これどういうことかっていうと簡単な話です。前からも後ろからも狙われたら、どっちを見たらいいのか分からないし、焦るし怖い ですよねどうしようどうしよう。そういう状況を敵に作ってあげるっていうことです、裏取りは。自分が敵の立場になってください。前からも後ろからも攻撃が来たらめっちゃきついですよね。なので、裏取りに入ってキルが取れない状況だと思ったら、裏取りの狙いを、キルを取るから、敵に狙われる敵の注意を引きつけるに変えてください。で、敵の注意をうまく裏に引きつけることができれば、そのタイミングで味方が前に詰めやすくなります。味方が前に詰めるとどうなるかっていうと、今度は味方に注意が向きます。そのタイミング、自分への注意が味方に向いた タイミングでまたキルを狙えばいいです。でまたバレたら注意を引きつけるに変えるだけです。そんな感じに味方と順番に狙われてあげることによって敵を混乱させて挟み撃ちにして仕留めていくっていう感じですね。ここで大切なのが敵が狙ってるのは自分なのか、または味方なのかどちらかを見極めることです。僕が今話したこの知識を知ってる人は自分が狙われたら生存するべきだってことわかるんですけど、ガチマッチの味方でそんなことを考えてる人はほとんどいません。狙われても自分が狙われている状況でもキロを狙いますあいつらは。つまり死んでしまう可能性がすごく ってことですだから、味方が狙われたらすぐにキルを狙うに変える必要があります。味方が狙われているのにも関わらず、それを見ずに逃げ回っていたら、その間に味方が死んでしまいます。味方が死ぬ前に後ろから挟んであげましょうってことですね。当たり前ですが、挟み撃ちは両方生存してて成り立つので、片方が死んだら意味がないです。なので、しっかり死にそうになったら逃げましょう。で、敵の注意を集めてヘイトを自分に向けろって言ったんですけど、これがなかなかうまくできないって人がいるんですけど、やり方のコツとしては、ひたすら後ろから塗ってあげたりとか、サブを後ろから 投げげげまくくってててああれば敵は絶対嫌ででも後ろ見ると思うのでそんな感じにヘイトを集めてあげてください勘違いしてはいけないのが、絶対に安全みたいな場所からそれをしても、敵は狙ってくれません。自分が安全な場所にいるってことは敵からしたら狙いづらい場所ってことなので、ヘイトをもらうときは、できるだけ危なっかしい場所ですね。敵が狙いたいと思う場所からヘイトか動きをしましょう。すごく難しいことを言ってますが、ガチマッチで勝ち続けたいなら、こういう技術も必要になってきます。僕が出してる解説とか考え方の動画は、ま簡単なものもあるんですけど、中には難しいものもあったり、 すすすすするんででよね理解はできても行動に移いいいうのがすごく難しいと思いますただ、それでいいです。その難しいことができるようになるのを目標にガチマッチをすればいいんです。ピンとこないかもしれませんが、スポーツとかで例えると分かりやすいです。バスケとか分かりやすいですね。いろんな練習メニューがあると思います。ドリブルを速くする練習とか、敵を抜く練習とか、パスの練習、シュートの練習、いろんな項目があると思うんですけど、僕の解説動画はその練習のメニューやと思ってください。視野の広げ方、対面のコツ、転覆の仕方、裏取りのやり方、バスケもスプラトゥーンも、その練習メニューに 入っってててるる基本をどれれだけけ努力して身につけられるかってことですバスケットボールにこれだけしとけば絶対勝てるよみたいな必勝法ってないですよね。そんなんがあれば全員 NBA のプロ選手になります。スプラトゥーンもそうです。これすれば絶対勝てるみたいなのは絶対にないです。それがあるなら全員ウドマい X だからです。なので今回話したことも含めて僕のチャンネルに上がってる基本の考え方とか動きをしっかりと学んでそれをしっかりと練習してできるようになっていってください。行ってしまったら味方のカバーっていうのはバスケでいうドリブルくらい基本中の基本なんですけど、それすらも 意識してできない人がほというわけで最後だいぶ話されてしまったんですけど今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画がね少しでもいいなと思ったら高評価とコメントで感想等を書いてくれると嬉しいです。次回の動画ではこの動画で実際に見せていた試合を解説していこうと思うので僕がどういう考え方をしていたのか知りたい方は次の動画もチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。 ご視聴ありがとうございましたよければチャンネル登録高評価 Twitter のフォローお願いしますでは次回の動画でお会いしましょうさらば